ってだろくてってことはなくなりましたね。あ、うん、受けたいけど、うん、出張で呼ぶのは家族もいるから、まあ、もうあると思います。あとね、俺の折りたたみベッド、うん、頑丈なのを選んだつもりなんですけど、うん、やっぱりこういう据え置きタイプのやつと比べると弱いんですよ、うんうんうん、まあ、そういう作りですからね、うん、だからどうしてもね、矯正ができないんですよ、うん、そうなってくると、うん、矯正をするっていう意味でも、うんうんうん、場所もここを限られると、うんうんうん、募集しましょうか。もうこっちであれ受けたい、田野さんの受けたい方はリアクくればできますよっていう。あ、うん、それはありがたいです、はい、なんか興味持ってる人いましたからね、アブローの時とか、私も僕も受けてみたりとか。意外とね、問い合わせはあるんですよ。はい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 。ただそのどうしても出張だとスペースがなくて呼べないとか、うん、だから出張じゃなくて、うん、その店ではやってないんですかっていう問い合わせも多いです、うんうん、そうだと思います。自分のちょっと部屋には呼べないもんな、うん、ちょっと抵抗ありますよ、多分女の人とかだと特にでしょうね、うん、自分で呼ぶ分には全然気にしてないけど、うん、まあ出張であんまり呼びたくないっていう人がいるのは知ってるから、うん、まあ、あと自分はいいけど奥さんが嫌がるとかね、そうそうそう、あるでしょうね、そういうのがありますよね、うん、あとはその多分一軒家の人なんかは呼びやすいけど、うん、アパートだとね、どうしても確かにね、あと階段なんかあっても無理でしょ、田野さん、ん、階段が例えば2階のアパートの2階の部屋でお願いしますって言っても行けないじゃないですか。いや別にそれは大丈夫ですよ。あ、大丈夫なんですか、うん、ベッド持って上がります。いや、ベッドって言ってもだって2、30キロだから、うん、そんな持てない重さじゃない。本当ですか、私2、30キロ階段上がるの無理逆に俺もっと重くしていいから、うん、頑丈に作れよって思ってますよ。いや、それより重くなったら回転がつかないですよ、多分もうそれ折りたたみの重さじゃないじゃんってなりますからでしょうね。だから、うん、その俺みたいにとりあえずその頑丈さだけを求めるような人だけに売る、うん、多分その生産と販売が追いつかないです本当にあの職場にある折りたたみベッドが、うん、8000か9000ぐらいで売ってるベッドなんですよ、うん、あれはもうやばい、天板がね、もうグニョングニョンなんですよ。あ、ペラペラなんですね。ペラペラのベニヤが、そりゃいかんすね。だからあれ本当にその割れそうですね、真ん中で折れるとかじゃなくて、うん、天板が抜けそうになっちゃってて、うん、危ないですね。危ない危ない、本当に危ないですよ。怖い、お客さんその乗せらんないじゃないですか。乗せらんないですよ、うん、怖いですね。怖いですよ。だから自分で使うやつはちょっと頑丈なのがいいなと思ってたんですけど、うん、メーカーがね、作ってくれないんじゃしょうがない。そうですね。やっぱりね、溶接タイプのベッドとはもう全然違いますよ。ああ、まあそうでしょうね。稼働するってことはそこは脆いってことですからね。いや、脆いですよ、うん、どうしても継ぎ目は脆いのはしょうがないけど、はい、継ぎ目以外の部分が脆いから。あ、そうなんですか、うん、じゃあ
ちょっと何も できないというか、いや揉むだけですよ本当に。でも重い人とかはちょっときついかな、気になっちゃいますよね、大丈夫かなって。なりますね。万が一でもやっぱりね、なんか怪我させたりとか避けたいですからね。抜けちゃうのは最悪ですよね。最悪ね、施術がうまくできないっていうところで済んどけばね、まだしも、はいはいはい、怪我させちゃったらもう最悪なんで。そうですよね。力です。あ、いや、なんかさっきよりはしっかり入っていたい感じです。これがだいぶ硬いんですよね。妊娠中の方やられますか、ね、妊娠中普通にやってましたよ。普通にやってます。一応その安定期の方のみってやってたんですけど、はい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 、普通に来ますよね。うん、その妊娠中もあそこできるんだってみたいなことをその聞いて、初期でも後期でも、そう初期でもあの一番すごかった人は、はい、来週出産なんですっていういつ破水するかわかんないですねだから そんな感じの人も来てました。やってたんですか、そういう人に。やってましたよ。へ、だから一応その体調を確認して、まあその様子を見ながら、まあまあね、ちょっとでも何かあったらすぐそのやめますよと。はい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 、はい、でもさすがに初めて来て、来週出産なんですっていう人は見ないかなそのあ、何度か来てて、そうそうそう、何度か来てて、確かに安定期の頃からずっと来てて、そうですね、知らない人が来週出産はちょっと怖いですね。怖い怖い。でそれで毎週受けに来てくれてたような人が、そろそろなんじゃないのって言ったら来週なんですみたいなことはありました。なるほどね。ただ初回でそれはね、ちょっと断るかも。そうですね、責任を負うの嫌ですもんね。嫌ですっていうか、なんかやってないじゃん。追えないでしょ。追えないですからね。うん、何で、しかもちょっと因果関係がね、そうだから因果関係がはっきりしないものでも結びつけられちゃうとね。あ、今の痛かったよ、痛いよ。今ってそんな入れてないんですかね。ん、そんなあれじゃないですか、力入ってないですか。全然。そうなんだ。全く全くいや結構がっつり来てる感じしますけどね。あのさっきよりも弱いですよ、はい、ああそっか、入るようになったから、そう入るようになったから。うーん、痛、なんかこう鋭い痛みを感じますね。なんてだろう、もう全然当ててるだけぐらいの感じです。本当ですか。ああ痛いよ痛いよ。これは弱い。こうなんかこうって感じですよ。
確かにすごい置いてるだけなんだけど、もう響くなあ。あ、いた。スマホを見すぎですね、私は。そういう言い方が良くない言い方が、こういう感じが。なんか、今は気持ちの方がいいというか、そっちの方が気持ちいいかもしれない。痛さが減ってて。慣れてきたんですかね。なんかやっぱ背中と肩の方が押され慣れてるのかわかんないですけど、はい、うん、比較的なんかその刺すような痛みは全然なくて気持ちがいいです。お尻とか腰のあたりがなんか、はい、うわーって嫌な感じの痛みがありましたね。See you. 気に入りましたらチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。